YouTube をご覧の皆さん、こんにちは。音楽クリエイターの池上です。自分がアレンジしたり作った曲を、例えばそのライブでやるとするじゃないですか。で、その時に自分以外にも誰かプレイヤー、ミュージシャンがいた時に譜面を必ず渡すと思うんですよ。そういったライブで使うような譜面っていうのは、まあ、手書きでね、書いてミュージシャンの方に渡しても、まあ、いいと思うんですけど、最近だとそういう譜面専用のソフトっていうのも、まあ、たくさん出ていて、今日はその中の一つの、僕が普段そういったミュージシャンに渡すための譜面を作っている、クローバーコードシステムズっていうソフトを、ちょっと使ってみたいと思います。で、譜面って、一言で言っても、まあ、いろんな譜面があると思うんですよね。まあ、普通譜面って一般の人が聞いて思い浮かべるのは、こういった、なんかこう、オタマジャクシーが書かれているような譜面っていうのを、まあ、一番最初にね、思い浮かべると思うんですけど、もちろんこういった譜面も、楽器とかジャンルによっては、使います。ギターとかの教則本に載っているようなものだと、オタマジャクシーではなくて、こういった数字で書かれたタブ譜っていうものが、よく使われると思います。ジャンルとか、その人の楽器とかによって、譜面の形式っていうのは結構ね、変わったりすると思うんですけど、いわゆるポップスとかロックとか、そういったものだと、オタマジャクシの譜面よりかは、コードが書かれた譜面を使うことが結構一般的なんですよね。で、これはちょっとまあ手書きの状態なんですけど、まあこういうふうにね、コードが書かれていて、まあちょっとした決めだとか、まあ小節数が分かったりだとか、そういったもの、まあコード進行があるような、まあロックとかポップスとか、そういったものは、基本こういう、まあ、コード譜とか、まあ、マスターリズム譜とか言ったりすると思うんですけど、まあ、こういった譜面をミュージシャンの方に渡して、であとは、それぞれ必要なところは、まあ、結構手書きでね、記入してもらう、書き加えてもらうみたいな、だからそういったことが、多いのかなと思います。で、これもよくあるんですけど、結構そのシンガーソングライターの方から譜面をもらうときに、歌詞とコードだけが書かれているもの、まあそういうね、曲名コードとかで調べると、そういうサイトたくさん出てくると思うんですけど、まあ歌詞とコード譜だけが載ってるみたいな、でああいったものは結構ね、ミュージシャン的には結構辛くて、曲を知ってる人だったら、まあ、大体ね、どのタイミングでコードチェンジするかとか、まあどこに決めがあるかとか、まあどれぐらいのテンポなのかとかって、まあ大体曲を知ってる人だったらそれでもいいと思うんですけど、曲を知らない人だと、それだとね、結構ね、演奏はできないんですよね。なので、やっぱり最低限コードがあって、で、まあ、小節数が分かって、まあ、どこに決めがあるのか、まあ、そういったものが最低限分かるように、譜面を作るといいのかなと思います。で、譜面を作るときに大事だなって思うのが、やっぱり譜面って、譜面を書いた人のためのものじゃなくて、その譜面をもらった人が演奏するために使うものを、だと思うんですよね。まあ、渡したその先の人が使いやすいような譜面をなるべく作ってあげるとすごく親切なのかなと思います。今回はこのチェンジングっていう曲を、クローバーコードシステムズで、清書するような形で、ちょっと作っていこうかなと思います。ちょっとクローバーコードシステムズを、立ち上げます。クリックします。で、そうすると、まあ、こういうね、ポップアップが出てくるので、クレートニューファイルにします。まあ、ここにですね、データの名前を入れて、で、ここには、曲名を入れます。で、僕は、ここに、曲名とアーティスト名も、入れちゃうことがほとんどですね。で、ここのローっていうのは、コード譜が1段なのか、まあ、ピアノ譜みたいに、まあ、2段にするのかっていうのを選ぶことができます。まあ、基本1段でいいと思います。まあ、後から変更することも、できます。それと、まあ、こんな感じで、まあ、5000譜が、できました。まあ、まだね、何も書かれてないですね。で、このままだとちょっと、表示が小さいので、ここで、表示を大きくします。ちょっと 200% にしておきます。はい。で、こんな感じに大きくなりました。コードをね、打ち込んでいく前に、まあ、自分だったら、
まあ、その曲がね何のキーなのかっていうのを明確にしたいので、まあ、こういう風にキーイコール何々って書いてもいいんですけど、まあ、僕はこういう風に、トーン記号を入れて、でこれは D マイナーなので、でここのキーシグネチャーを押して、でここですね D マイナーっていうのがあるので、これを、ドラッグ&ドロップします。で次ここテンポですね、テンポ160なので、ここのテンポってところを押して、でここテンポのねマークがスピードってやつがあるんで、これドラッグ&ドロップします。で数字出てくるので、これ160って打ち込むと、はい、こんな感じでね、出てきました。でこのソフトっていうのはこういうマスターリズム譜を作る専用のソフトなんですよね。なんで、すごく操作がしやすいです。逆に言うと、すごく難しいことはできないんですけど、こういうマスターリズム譜を作るには、すごくね、便利なんですよね。で、いろんな譜面を作るソフトがあって、有名なのだと、フィナーレだとか、シベリウスだとか、っていうのがあると思うんですけど、もちろんそれをね、使うのも全然いいと思うんですよ。で僕はフィナーレもシベリウスも使ったことがあるんですけど、結構ねどっちもすごく細かいことができるんですよ。特にフィナーレはもう本当にもう何もかもできる、もう譜面ソフトの王者みたいな感じなんですよね。でいろんなことができる代わりに操作もすごく難しくて、でソフト自体もねやっぱいろんなプログラムが走ってるからかすごく重いんですよね。少なくとも僕が使った時はすっごい重いなって感じたんですよ。自分のね思い通りに細かいところとか配置とかフォントとかそういったものも全て思い通りにしたいっていうんだったらフィナーレも全然いいと思うんですけど、こういうねマスターリズム譜とかっていうのは別にそんな難しいことはしないじゃないですか。基本的には小節数と、まあ、コード決めとかが分かれば別に成立するようなものなので、なるべくねやっぱり操作がシンプルで使いやすいものっていうのがいいかなと思ってて、で、いろいろ使った結果、クローバーコードシステムズは、やっぱりね、マスターリズム譜を作る専用のソフトだけあって、すごくね、使いやすいですね。まあじゃあ今度はね、ここコードを、ちょっと打ち込んでみましょう。で、コードを打ち込むときは、まあ、まずここね、小節数を選んで、ここら辺にね、コードを、入れると思うんですけど、ここダブルクリックします。はい。そうすると、まあ、こんな感じでね、なんか出てきました。で最初 Dm7 を打ち込みたいんで、D で次 Next を押して Mn7 で Next コードってやると、ここにね Dm7 っていう風に、打ち込まれました。で今プログレスユニット2って書いてあるので2拍ごとにコードが入れられるみたいな設定になってるんですよね。なんで Next コード Next コードってやると、こう2拍ごとに何のコードを入れるのかっていう風に映ってくれるんですけど、まあ例えば1小節ごと、まあそれ、これ曲によると思うんですけど、一小節ごとでいいんであれば、ここのバーってやつをやると、ネクストコードにすると、どんどん一小節ごとのコード何打ち込むのかっていう風に移動されます。で、次ここ A7 って書いてあるんですけど、その前にちょっとここの決めをね、打ち込みたいと思います。今度は5線符上をダブルクリックします。はい。するとこんな感じで、リズムマトリックスっていうのが出てきました。3小節目の4拍目裏なので、4拍目裏に8分音符があるので、こういう風にドラッグします。そうするとこういう風にね、4拍目裏から次の小節の、まあ、1拍目の頭までこう8分音符がね、出てきました。で次この後8分音符と4分音符入れたいので、8分音符これほんとドラッグするだけでこう8分音符が出て、で今度4分音符っていう風にね、出すことができます。で例えば今度はここの3、4拍目は9分にしたいと、2分9分にしたいときはとりあえず2分音符分こうやってドラッグします。で、その後コマンドをしながらここの黒いところをクリックすると9分に変わります。今度ここの8分音符2つはこういう風にね、つなげたいんですよね。これ2つを選択してオプション B でつなぐことができます。で今度ここですね、4分音符ここはスタッカートを入れたいんですよね。でここのアーティキュレーションのところを選ぶと、ここにスタッカートっていうのがあるんで、これドラッグ&ドロップでスタッカートがつきます。まあ、上につけたいんだったら、このスタッカートをドラッグするだけですぐね、場所を移動することができます。はい。で、今度ここに A7 っていうのをコードを打ち込みたいんですよね。で、3小節目のここの空白のところをクリックすると、またね、このコードの画面が出てくるので、これ今、1小節ごとにコードを打ち込むっていう設定になってるんですけど、こういうふうに決めがあった時には、この音符ごとに、
移動するように設定が変わります。で AA で7、はい、でこんな感じでね、1段目ができました。で今度はじゃあここイントロっていうのを、つけたいんですよね。ここのシンボルをまずクリックします。でマークってとこがあるんで、ここをクリックすると、まあ、イントロだったりね、インターとか ABC とか、そういうのが出てくるので、まあこれね、譜面を作る人によると思うんですけど、例えばもうドアタマから、まあ、本当はイントロとか A メロとか B メロサビとかあるんだけど、もう最初から ABCDEFG みたいな感じでもう全部こうアルファベットを順々に変えていく人もいると思います。でクラシック系は結構そういう風に書くことが多いと思うんですけど、まあ、これちょっと曲はインストなんですけど、まあ、イントロとか A メロとか B メロっていう風に僕はつけちゃうかな。やっぱりこうリハーサルしてるときは、じゃあサビからちょっともう一回やってみようとかいう風に言うことが結構多いと思うんですよね。ボーカルの人っていうのは結構譜面見ない人も多いと思うんですけど、例えば譜面上ではサビは E とか F とか書かれてたときに、まあ、ミュージシャンね、譜面見てる人はじゃあ E からやりましょうとか F からやりましょうっつって、まあ、サビからだなってわかるんだけど、譜面をあんまり見てない人だとどこですかそれみたいな感じになることが多くて、まあ僕がパフォーマンスの時は結構じゃあサビからもう一回やりましょうとかいうことが多いんですよね。じゃあサビ終わりの感想からとかいうことが多いので、僕はね結構イントロはイントロで A メロは A メロとかいう風につけることが多いですね。はい。でイントロっていうのをドラッグ&ドロップすると、まあこういうね出てきます。で場所もこうすぐね移動することができるんですよね。でこういうね場所を移動するのもソフトによってはね結構めんどくさかったりとかしてて、プレソナスが作ってる譜面ソフトのノーションってやつがあるんですけど、ノーションはねこれがね移動があんまできないんですよね。そうで、これがこうイントロみたいなマークがこの五線譜のねこう左側に確かね行かないんですよね。それがすごく嫌で、ノーションもねちょっと使ってたんですけどね、やっぱり使ってるとここがこうならないの嫌だなとかってね細かいところが出てきちゃうんですよね。でこのソフトは結構そういったことが結構融通が効くので、まあ、どこにね、置きたいかっていうのはすぐ移動することができます。でコードとかもすぐねどこに移動したのかみたいな簡単にね移動することが、できます。でこれでイントロが、できました。この曲の頭ちょっと聞いてみましょう。はい、っていう感じになってます。実はここ音源上では5小節目からにね多分本当はなってるんですよね。一番最初こうシンセパッドがファーってなったりとか、このコード譜では、ドラムが入ってくるとこから書いてるんですよね。本当はまあこの前の4小節も書いてもいいんですけど、まあ、とにかくそのライブでやることを前提にして譜面を書くんですよね僕は。なんで、まあ、最初の4小節は、まあ、カットでいいだろうと僕は思ったので、最初の4小節はなくしてドラムが入ってくるところから譜面をスタートさせています。こういった譜面ソフトを使って譜面を作る時のメリットとして、例えば尺が変わったとか、やっぱりここ最初4小節書いといた方が良かったよねって時に、すぐね、プラスできるんですよね。手で書くと、もう一枚これ書き直さなきゃってなるんですけど、こういうソフトで書くとね、簡単なんですよ、そういうのが。ここに本当はもう4小節付け加えたいんだって時は、このソフトだったらコマンドシフト N って押します。で、4小節に設定してクリエイトってやると、まあこういうふうにね、4小節、加わると。まあ、こういった小節を足す、まあここに挿入するとか、逆にカットするとか、まあ転調させるみたいなこともね、すぐできるので、そういった部分がね、やっぱソフトで作るメリットかなと思います。はい。で、本当はここにも、バイオリンがね、ダラララララってこう入るんですけど、で、バイオリン譜っていうのはバイオリン譜で別にこう、五線譜があるんですよね。で、それは、バイオリンの人に渡してるんですよ。で、メインを取るのが、例えば、まあ、バイオリンじゃなくて、まあ、ギターとかキーボードとかの人だった場合、きっとここにね、音符を書き込むと思うんですよね。で、そういった時は、まあ、この2部休符は、まあ、消してしまってもいいのかなと思います。
はい、でじゃあどんどんねコードを入れてみましょう。はい、じゃあここは、B フラットメジャー7。はい、で next コードって押してもいいんですけど、スペースで、次のコードに移動することもできます。で C7、Am7、Dm7、まあ、こんな感じでサビの1段目ができました。で2段目なんですけど、2段目も1段目とね一緒なんですよね。まあコピーすることもできるんですけど、例えばここをダブルクリックして、今3ステップのバージョンで打ち込んでたんですよね。つまり、C とかってやって、でメジャー7とかやって、で最後にテンションをつけて、この3段階でコードを、書き込むみたいなことも、まあ、そういうモードでやってたんですけど、そうじゃなくて1ステップっていうのもあるんですよね。で1ステップっていうのは今まで、打ち込んだコードの、まあ、履歴が出るわけですよ。で、あとはこの履歴を選んで、いくだけ。なんである程度曲が進んだら、こんな感じでね打ち込むと、まあ、履歴から打ち込むと早いのかなと思います。ちなみにその4小節のコードをコピーしたいって時にはコマンドシフト C を押します。でここからここまでっていう風にクリックで選択してコピーで、ここに貼り付けたいみたいな感じで、貼り付けたい小節をクリックしてペーストってやると、コピペができます。で今度はここですね、 C シャープディミニッシュ、 C シャープディミニッシュ、まあ、ディミニッシュ7もあるんですけど、まあ、ディミニッシュって書くと、まあ、大体みんなディミニッシュ7を弾いてくれるので、まあ、無駄に7って書かなくていいかなと個人的には思うので、まあ、ディミニッシュだけ、打ち込むかな。結構ね、このコードの表記も人によってね、違うと思うんですよね。例えばメジャー7の時も、こうまあ、三角7でメジャー7なんですけど、もうこの三角だけでいいっていう人もいると思うし、そういった、細かい表記の仕方も、変えることができて、ここのノーテーションってところをクリックすると、まあ、メジャー7の時に、どういう風に表示するのとか、マイナーの時には、まあ、ハイフンにするの、小文字の M にするのとかね、これさっき言った、ハーフディミニッシュの時に丸スラッシュにするのとか、まあ、こういう表記の仕方が、すぐ選べます。まあ、オンコードの時もね、スラッシュにするのか、まあ、ほんと分数コードにするのか、テンションを、プラスマイナスにするのか、シャープフラットにするのか。でね、テンションのね、問題がね、実はこのソフトあって、僕はテンションは、まあ、フラットとかシャープとかで表記したいタイプなんですよね。まあ、プラスとマイナスとか。で、まあ、書かれててもわかるんですけど、結構僕はこっちに、慣れちゃってるので、こっちで書きたいんですよ。例えば、ここに E フラット7で、まあ、フラット13スとかって、まあ、打ち込みますよね。そうすると、こういう風な表記になるんですよ。で、まあ、こうなってたら、まあ、わかると思うんですけど、まあ、E フラット7の、まあ、フラット13スだなってわかると思うんですけど、例えばじゃあ今度は E フラット7の13スと E7 のフラット13スを、作ると、まあ、この2つっていうのが相当似てるんですよね。これどっちにフラットがついてるのかっていうのが、こう、パッと見わからないわけですよ。まあ、こう演奏してて、パッとこれが出てきた時に、どっちだみたいな感じに、ね、なるんですよね。そういうなんか、パッと見た時に迷っちゃうような譜面って、すごくね、良くないと思うんですよね。単純に奏者がミスしやすくなるし、奏者にとって、やっぱりあんまりこう、親切じゃないですよね。わかりにくい譜面っていうのは。なんで、できるだけわかりやすくしたいわけですよ。このソフトはね、そこがまず、ちょっとね、欠点なんですよね。まあ、プラスマイナス、テンションノートはプラスマイナスっていう風にしてあげるとですね、まあ、こういう風にもうちょっとわかりやすくなるんですけど、でも、こういう表記にしたとしても、こういう表記にしたとしても、パッとこれだけ、パッとこのコードだけが出てきたときに、やっぱりわからないわけですよね。どっちにこれフラットついてるんだろうみたいな、なっちゃうわけですよ。これをじゃあどうするのかっていうのを結構ね、迷ったんですけど、奏者によっては、そんな細かいテンションノートまで書かれると逆に弾きづらいみたいな
人もいると思うんですよね。なんで、テンションは書かないようにするっていう案もあると思うんですけど、実はですね、これ有料になっちゃうんですけど、フォントを変えると、テンションノートにはカッコがつくフォントっていうのがあるんですよね。これにすると、まあ、カッコがね、つくんですよね。で、じゃあ残りのコードも、打ち込んでいきます。